お前、最近転職してきたんだよな。新入りだからって、知らなかったなんて許されないからな。部長の息子に仕事上の注意を与えていると、部長が怒鳴り込んできた。確かに、私は転職してきたばかりだが、それとこれとは関係ないし、彼が部長の息子であることを知らなかったわけでもない。知らなかったじゃ済まさないって、具体的にはどうなるんですか？お前はクビだ！明日から来なくていいぞ！ちょうどいい。明日は役員が各部を回るそうだ。その面見せる前にさっさと消えろ！わかりました。私はカバンを取る。後悔しても知りませんからね。お前こそ後悔するんだな。むしろ、真実がわかっていないのは部長の方だと思いながら、私は会社を後にした。なんてことをしてくれたんだ。翌日、響き渡ったのは専務の叫び声。部長は驚愕し、絶望することになるのだ。私は原田弥生。独身で、先月までは都内の国内大手の食品会社にいた。それから転職して、今の会社には4月から入社した。都会の暮らしは楽しかったが、生まれ育ったこの土地で同じ仕事ができるのが嬉しかった。給料は少し下がったが、その分、ゆったりとした時間を過ごせるようになっていた。そして、空いた時間は趣味の映画鑑賞や家族との団らんに使っている。家族といっても独身なので、両親と一緒に買い物に出たり、祖父母と一緒にお茶を飲んだり、兄弟と遊びに行ったりするのだが。弥生、お仕事の方は慣れたの？うん、もともと同じ仕事をしていたからね。そう、都会とは全然違うでしょう。違うけど、地元に戻れたのは嬉しいからね。それじゃ、そろそろ行ってくるね。行ってらっしゃい。私は決意を新たに仕事に励んでいた。そんな私の働く部署は企画開発部門。そこに私以外に新入社員が一人いた。彼は塚田光平といって県外の国公立大学を出ており、とても優秀と評判だった。彼本人も周りから優秀と評価されている自覚があるのか、最近では、まあ当然ですよ。俺は有名な大学も出てますし、俺ならこんなの簡単ですから。と、時折鼻にかけるような様子が見られていた。原田さんも俺のこと見習ってくださいね。わからないことも多いでしょうし、何でも聞いていいですから。俺ならどんなことでも解決してみせますからね。はい、ありがとうございます。ちなみに、私は前職のことについては誰にも話していない。それどころか、もう一つ、周りに話していない大きな秘密があった。この会社に関わる大きな秘密が。弥生、仕事の方はどうだ？今のところは順調だよ。そうか、それなら、そろそろ任せても良さそうだな。そうだね。俺もいいと思うよ。そんな日々の矢先、私たちは新しいプロジェクトに関わることになった。じゃあ、原田さんはこっちを担当してくれるかな？はい、わかりました。塚田くんはこっちの確認とデータの解析を頼むよ。はい。お人よしとして有名な安田義人課長の指示のもと、それぞれの仕事を担っている。その中で、やはり公平の優秀さを感じさせられた。まだ荒削りではあるが。こちらの案よりも B 案の方が子供にも受け入れやすいと思いますよ。ああ、なるほど。業者から子供まで、いろいろな視点で、物事を俯瞰したり。企画が上がりました。確認お願いします。ありがとう。
そうか、こういうのもありか。さすがだね、塚田くん。他にはないアイディアを出してきたり。データの解析終わりました。早いね。うん、さすが、間違いもない。データ解析が的確だったり。前職から同じ業種に関わっている私から見ても、評判通りの優秀さだった。これくらい俺なら簡単ですよ。むしろ他の人がなんでそこまで時間かかるのかわからないです。ただ、おごった性格がたまに傷となっている。自分の優秀さをしっかり理解しているため、他の人たちを見下しているところもあるのだ。これくらいできて当然ですよね。毎日ちゃんと仕事しているなら。おい、塚田、それが先輩に対するセリフか？本当のことでしょ？文句言ってる暇あったら、さっさと次の仕事しましょうよ。先輩に対してもこの態度だ。大丈夫ですか、課長？心配してくれてありがとう、原田さん。ちょっと胃が痛くてね。ちょっとって、毎日お腹を押さえてますよね。見られてたか。情けない姿を見せてごめんね。そんな公平の態度に課長も大変そうだ。平穏とは言えないが、順調にプロジェクトが進む中。塚田さん、これ、ここ、会のこと記載されていません。公平の書類を確認していると、記載漏れを見つけた。食品の成分に微量とはいえ、貝エキスが使われているのが表示されていなかった。商品はシューマイで、調味料に少しだけ使われていた。ここです。ちゃんと貝エキスのことを書いておかないと、記載漏れで後々問題になる可能性があります。はあ。私が指摘すると、公平は面倒くさそうな返事をしてきた。優秀な自分のミスを指摘されたことが面白くないのだろう。貝エキスって、それも微量。そんな些細なことで。些細なことなんかじゃありません！公平の言葉に思わず強い口調で言ってしまった。確かに貝はアレルギーの特定原材料7品種には含まれていません。ですが、特定原材料に準じる21品目の中にはアワビが含まれています。食品を扱う立場の人として、私たちは敏感でないといけません。確かに、有名ではないかもしれないが、アレルギーを発生させる可能性があるなら、ちゃんと記載しないといけない。それが命を落とすことになりかねないから。たとえ 0.01g ほどしか摂取しなくても、重いアレルギーがある人は命に関わることがあるんです。それを些細なことで済ませないでください。下手すれば、あなたのその判断で誰かが命を落とすことになるかもしれないんです。あなたはその時、責任を取れるんですか？つい、きつい言い方になってしまった。そんな私を、公平はもちろん、周りの人たちも、唖然として見てきていた。それに負けず、きつく公平を見る。おい、そこのお前！そこに、営業部の部長が怒鳴り込んできた。営業部長！何でしょうか。こちらは開発なので、営業部長は関係ないと思いますが。関係ないわけないだろ？聞こえてきたが、貴様、誰の息子だか分かって偉そうな口を叩いているんだ？塚田さんの？知りません。誰の息子だとか仕事には関係ありませんので。公平は私の息子だ。公平は営業部長である塚田幸男の息子だったらしい。つまり、公平は塚田部長のコネで入社した七光の息子のようだ。父親の言葉に、公平は気まずそうな顔をした。私の息子に暴言などいい度胸だな。お前、最近転職してきたんだよな。新入りだからって、知らなかったなんて許されないからな。親父、やめろ！これは俺の問題だ。怒り心頭な父親を公
公平が止めようとしている。そんな息子の様子も目に入っていないらしい。その様子に逆に私は冷めた気持ちになっていた。知らなかったじゃ済まないって具体的にはどうなるんですか？お前はクビだ。明日から来なくていいぞ。ちょうどいい。明日は役員が各部を回るそうだ。その面見せる前にさっさと消えろ。親父、なんてこと言うんだ。わかりました。え？その代わり、後悔しても知りませんからね。お前こそ後悔するんだな。私はさっさと自分のカバンを持ってこの場から立ち去った。原田さん、お疲れ様でした。心配そうなみんなに挨拶をし、会社を出た。そして帰りながらある人に電話をかける。あ、もしもし、ごめん、ちょっと話したいことがあって。うん、時間取ってくれると嬉しい。お願いね。翌日、営業部長の言っていた通り、社長と副社長、専務、部長が各部を見回っていた。副社長が新しく就任したため、その挨拶回りも兼ねていた。彼らが企画部に来ると、雰囲気は昨日のまま重たい空気が漂っていた。専務が辺りを見回すと、不思議そうな顔をする。原田さんは？彼女はどこに？その、尋ねられた安田課長は、胃を押さえながら塚田部長の顔をちらちらと見た。原田って昨日の失礼な女のことですか？あいつならクビにしました。人を見る目がないようでしたから。塚田部長は罪悪感など一切なく大威張りで言った。その言葉に慌てたのは専務の方だった。顔色が真っ青になっている。何を言ってるんだ、冗談だろ？冗談ではありませんよ。あの女は昨日クビにしました。専務が動揺したまま社長の顔を見るが、彼は表情を変えずに成り行きを見守っていた。本当に彼女をクビにしたというのか？何度も言わせないでください。彼女はクビにしました。なんてことをしてくれたんだ。彼女は社長の娘さんだぞ。この会社の社長令嬢だぞ。耐えきれなくなった専務が叫ぶように言った。一瞬静かになるが、すぐに社内は騒がしくなった。え？は？社長の娘？え？あの無礼な女が？塚田部長は驚愕で顎が外れるんじゃないかというほど口を大きく開けていた。専務の言ったことは本当だ。社長、原田秀俊はその様子が収まった頃にようやく口を開いた。原田弥生が私の娘なのは間違いない。しかし、あの子がクビになったなんて話、私は聞いていない。塚田部長、私の知らないところで勝手に社員を懲戒処分にしないでいただきたい。しかも、あの子は企画部で、あなたは営業。あなたの部下ですらない。あなたにそこまでの権限を与えたつもりもないが。そして静かに淡々と告げた。娘、申し訳ありませんでした。ようやく理解した塚田部長は顔を真っ青にして土下座した。本当に申し訳ありません。知らなかったもので。知らなかったなんて許されないのでは。社長の言葉に塚田部長はぎくりと肩を揺らした。それは私が言った。自分が昨日言った言葉に驚いていた。それは昨日のこと。あの帰りに電話をしたのは父である社長だったのだ。話があるなんて珍しいな。ごめんね、時間を取ってもらって。気にするな。久々に娘とゆっくり食事ができるんだからな。あ、ここの食事成分は調べてあるから気にせず食べなさい。わかってるよ。
実はね、今日クビだって言われたの。あ？クビ？誰に？塚田営業部長。なんだって？部署が違うだろうに。何があった？これから話すね。ということで、昨日のことはすべて父に伝えておいた。昨日、久々に娘の方から話したいことがあると言われてね。それで一緒に食事をしたんだ。そこで娘からすべて聞いている。誤解です、社長。きっと認識の行き違いがあって。もう一人、娘の話を肯定する者がいた。え？あなたの息子さんだ。息子さんである浩平君からも話を聞いた。その上で、部長には何かしらの処分をしなければいけないと考えている。浩平は社長たちが回る前に社長に相談をしていたのだ。社長、実は相談したいことが。君は塚田営業部長の息子さんの？塚田浩平です。実は俺のせいで原田さん、一人の女性がクビになりそうなんです。なるほど。でも彼女は間違ったことは言っていません。むしろ俺の考えの甘さを正してくれました。父は俺が叱られていたということしか見ていません。父は俺のことを、なんて言うかもしれませんが、俺からしたら叱られもしない環境に身を置きたくありません。おお、君の考えはそうなのか。はい。俺の立場を知って周りは俺をそこまで叱ってはくれません。だからこそ、俺を叱ってくれる人は貴重だと思っています。どうか、父が何と言っても、原田さんの解雇を阻止してください。社長から相談された内容を聞き、塚田部長は愕然としていた。そんな、公平が、私は公平を守ろうと。本当のことだよ、親父。浩平が静かに肯定をする。確かに俺は社長に原田さんのことを直談判した。俺は彼女にいてほしいんだ。どうやら息子の方が人間的に立派なようだな。そうつぶやく社長。塚田部長はその場に崩れ落ちた。だから言ったでしょ、後悔しても知りませんからねって。私は混沌と化したこの場に足を踏み入れた。実は今回就任した副社長は原田秀俊の息子で私の兄だ。そして私の協力者でもある。兄にスマホを胸ポケットに隠し持ってもらい、実況をしてもらっていた。父さんから聞いたぞ。失礼なやつにクビだとか言われたんだって。まあね。明日、父さんとそれぞれ回るだろ。その時、お前の正体を教えるから。正体って、悪い意味じゃないさ。明日、スマホを通話状態にしておくから、お前も近くで聞いてろよ。わかった。だから、現在の状況はわかっている。原田さん、昨日は、その、謝られても、許すつもりはないので。そんな。私は驚きながらも静かに見守っていた公平に歩み寄った。そして、昨日はきつい言葉をかけてしまってごめんなさい。彼に頭を下げた。そんな、頭を上げてください、原田さん。でも、どうしてもアレルギーのことに関しては我慢ができないんです。私は幼少期から重いアレルギーを抱えている。幼い頃は卵、乳、小麦、落花生を食べることができなかった。ねえねえ、どうして弥生はみんなと同じのが食べれないの？アレルギーって言ってね、これを食べると弥生が苦しくなっちゃうんだ。そうなんだ。弥生のためなんだ。ごめんな。ううん、弥生こそごめんなさい。でもみんなと同じの食べたいな。ケーキとかパンってどんな味なのかな。
周りが食べているのを見ていることが多かった。成長するにつれて食べられるものが増えてきて、落花生以外なら食べられるようになりました。でも今でも落花生が含まれた食品を食べると呼吸困難になるんです。そうなんですか。はい。だから命に関わるアレルギーは私自身が身をもって知っているんです。大変だったんですね。はい。私はたくさんの人たちの手を借りて大人になれたんだと思っています。公平の言葉に私は微笑んでうなずいた。そう、たくさんの大人にお世話になった。その中でも私は特に両親に感謝している。特に小麦は多くの食品に含まれていることが多いのはご存知ですよね。ええ。だから幼い頃は市販の惣菜はほとんど食べれませんでした。両親は成分をこと細かくチェックしてくれ、時には小麦を使わないパンや麺などを手作りして食べさせてくれました。当時のことは今でもよく覚えている。卵、乳、落花生。よし、小麦粉も入っていないな。弥生、これなら食べれるよ。ありがとう、お父さん。父が成分表を隅から隅まで確認してくれ。今日はパンよ。私、食べれないんだよね。大丈夫。弥生が食べれるように米粉のパンを作ったの。だから、弥生もお腹いっぱい食べていいのよ。はーい。私が羨ましく思っていたパンや麺料理を作ってくれた。ねえお兄ちゃん、弥生もお兄ちゃんと同じの食べたい。え、ちょっと待ってろ。これはダメだな。代わりに違うの持ってくるからな。はーい。兄も協力してくれた。弥生。何？これはお父さんの会社で作ったクッキーなんだ。これは低アレルゲンだから弥生でも食べれるんだ。本当？ありがとう。どうだ？おいしい。父が自社で作ったというお菓子をくれて、おいしく食べれるのが嬉しかった。それが私が食品業界に入ったきっかけだった。制限があってもいろんなものを食べれることが本当に嬉しかった。だからこそ私は今でも食べることが好きなんです。食べるというのは両親や人の愛情を感じる行為だと思っています。愛情を。そうですね。両親は私のアレルギーがあってから、特に低アレルゲンの商品開発に力を入れるようになりました。それが今では、学校給食や保育園給食、病院給食でも我が社の商品が採用され、私のようなアレルギー持ちの子どもたちに提供されています。そんな背景もあって、成分表示を適当に済ませようなどという考えは、到底許せませんでした。その件に関しては、俺が申し訳ありませんでした。俺、アレルギーがなくて、食べるのに困ったことがなかったので、アレルギーを軽視していました。だから、こんな小さいことでうるさいなって思ってしまって。アレルギー持ちの苦しみは、アレルギーがない人には分かりづらいのかもしれません。それでも、ほんの少しでも、誤食してしまうと命に関わることでもあります。譲ることなど考えもしなかったんです。私は公平に自分の考えと譲れない思いについて伝えた。俺はみんなから優秀だと言われて慢心していました。はい。どんな些細なことでも人によっては命を奪いかねないんですよね。今までそこまで意識したことなかったです。でも、
これからは違います。食品業界は人の健康に直接関わるものであるという意識を強く持って仕事に挑もうと思います。それはいいことだと思います。原田さん、これからの俺を見ていてください。そして間違ってたら遠慮なく叱ってください。それから浩平さんは有言実行してくれた。アレルギーの勉強を独自に行っている。時間外に本を読んだり、医師の講義を聞きに行くなど積極的に行っているようだった。原田さん、この間原田さんおすすめのセミナーに行ってみたんです。そうなんですね。どうでした？とってもわかりやすかったです。それでお聞きしたいことがあるんですが。はい、私にわかることでしたら。それでよく話をするようにもなった。そういえば塚田部長はどうされたんですか？ああ、父は部長職を解かれて窓際の官職に追いやられました。あ、だから最近姿を見ないんですね。ええ、毎日窓際を磨く大役を仰せつかっていますよ。笑いながら言う彼につられて、思わず私も笑ってしまった。俺、父にとって遅くにできたいわゆる末っ子長男なんです。だから親父は俺を過保護なくらい可愛がってくれて甘やかされて育ったんです。はい。それが昔から嫌だと思っていたのに、就職活動がうまくいかなくて面接受けても全部落とされて、それで親父の力に頼ってしまったんです。会社の雰囲気は良くて仕事もやりがいがあって、この会社に入れて良かったと思っているんですが、入社の経緯が今でもしこりになっているんです。それであんな態度に。私も似たようなものですよ。複雑そうな顔をする浩平さんに私は笑っていった。私なんて社長のコネだからもっとたちが悪いですよ。そうですね。これは仕事で認めてもらうしかないよね。え、そうですね。私の言葉にしっかりとうなずいた浩平さん。こうしてお互いにやる気を高めるのだった。あれからしばらくして、ある時展示会が行われた。これは様々な食品会社が一堂に会し、自社の新商品を試食してもらったり紹介したりするイベントだ。多くの関係者が往来するほか、一般の来場者も来る大きなイベントだ。私と浩平さんは自社のアレルギー対応商品について説明していた。こんにちは。あら、こんにちは。そんな中、一人の少年が私たちの前に現れた。こら翔太、勝手に言っちゃダメでしょ。ごめんなさい。でもお母さんから聞いて待ってられなかったから。翔太くんって言うんだね。はい。いくつかな？6歳。この間小学校に入学したの。入学したということは小学1年生かな。それにしては少し小柄に見えた。あの、いつもありがとうございます。そう言って頭を下げる翔太くん。急にお礼を言われて思わず浩平さんと顔を見合わせた。実はこの子アレルギーがあるんです。そうしているとお母さんが説明してくれた。卵と小麦、乳のアレルギーで、食べれるお菓子は米菓やポテトチップスぐらいのものだったんです。僕ね、ケーキが食べたかったの。お友達が誕生日に食べて美味しかったって聞いて、ずっといいなって思ってたの。それに餃子やシューマイも食べてみたいって思ってたんだ。その気持ちはよくわかる。私も
同じものが食べれなかったから。私も食べさせてあげたいけど、できなくて。そんな時に、この会社のスイーツは、小麦、卵、乳製品が使われてないって聞いたんです。初めてケーキを食べたの。美味しくてね。思わず泣いちゃったんだ。泣きながら食べてくれたこの子を見て、私も思わずつられて泣いてしまいました。今では米粉で作られた皮を使った餃子やシューマイも学校や保育園の給食で提供されるようになって、お友達みんなと同じものが食べれて、僕すごく嬉しかったんだ。だからお母さんから聞いてありがとうって伝えたかったんだ。私からも本当にありがとうございます。お母さんも私たちに頭を下げてきた。アレルゲンとなる食品が多いと毎日の食事に気を使います。そうですね、食べられないものの栄養を補う食事を考えるのはとても大変ですよね。はい、この子の体が普通よりも小さいのはそのせいもあるのかもしれません。翔太くんの頭を撫でるお母さん、そう考えると食事作りが苦痛でした。でもこの会社の食品を安心して食べさせることができるんです。ここの食品は私の心も救ってくれたんです。本当にありがとうございます。お母さんも大変な思いをしてきたのだろう。自分の子供に食べたいものを食べさせてあげられず、足りない栄養を補おうとして考えた食品でも、人より小さな体の息子。私も私の両親も苦労してきたから、その思いはわかるつもりだ。俺、そういうふうに言ってもらえて、すごく嬉しいです。お母さんの言葉に、浩平さんは涙を流していた。俺は、まだまだ新人で、アレルギーのことも勉強中だけど、もっといろいろな食べ物を開発していけるように、頑張ります。そう言い、浩平さんは頭を下げた。それに私は翔太くんに目線を合わせた。私もアレルギー持ちだったんです。そうだったんですか？はい。私も小麦、卵、乳、それと落花生が食べられなかったんです。僕と同じ！うん、そうだね。私も昔食べられないものがいっぱいあったけど、たくさん運動していっぱい寝て毎日元気に過ごしたら少しずつ食べられるものが増えてきたよ。だから治療頑張ろうね。うん、僕も頑張る。お姉ちゃんたちも頑張って。最後にお母さんがもう一度頭を下げ、翔太くんの手を引いて去っていく。手を振る翔太くんに手を振り返しながら、とても充実した気持ちで溢れていた。私、こんなに感謝を伝えてもらったのは初めてです。俺も、すごく嬉しかったです。私もですよ。二人で笑い合う。今日の出来事は、絶対に忘れられないものになる。そう感じた日だった。その後、今回の話を社内で共有すると、社員一同喜んだ。そして、さらに美味しいものを届けようという思いを新たにするのだった。そんなことがあったのか。うん、本当に嬉しかったの。今、私は社長であるお父さんと家でお茶を飲みながら話をしている。お茶受けは自社のクッキー。米粉や植物油を使い、工夫してアレルギーを持つ人でも食べれるようにしたものだ。家でもこのように自社製品を食べて味を確かめている。ただ使わないだけでなく、どれだけ美味しいものを提供できるか、そこが
他の会社との差につながると思っている。何より、せっかく食べれるなら、美味しいものがいいのは、私自身の思いでもあるから。お父さんが自分の会社でアレルギー対応商品を作ろうと思ったから、救われた人はたくさんいるんだよ。もちろん、私も含めてね。急にどうした？私もお礼を言いたかったの。本当にありがとう、お父さん。私からもありがとう。私が感謝すると、お父さんも感謝の言葉を私に伝えてきた。可愛い娘が美味しいと笑ってくれるから、親である私たちは頑張れるんだ。弥生がいたからこそ、このクッキーも完成した。すべてをたどれば、弥生のおかげだよ。そう言い、柔らかく笑う父。この人の、お父さんのもとに生まれてよかった。改めて、そう感じた。ところで、彼とはどうなんだ？彼？塚田くんだよ。最近よく一緒にいるらしいじゃないか。確かに一緒にいるけど、彼はアレルギーについて勉強してるから私に聞いてくるだけよ。そういうものか？そういうものだよ。確かに最近よく話す彼が気にはなっている。ただいま。あ、おかえりお兄ちゃん。おかえり。あ、お茶会の最中だったのか？まあね。あ、お兄ちゃん、あの時はありがとね。ん？私の協力者になって教えてくれたでしょ？あれか。別に構わないさ。それに、なんだかいたずらしてるみたいで楽しかったし。こらこら、車内で遊ぶんじゃない。遊んではないよ。兄と声を出して笑った。確かに、あの時は子供の頃のようにワクワクして楽しかったのを覚えている。それから数日後。あの、原田さん？はい。原田さんって独身でしたよね。はい。付き合ってる人とかはいませんよ。あの、なら俺と付き合ってくれませんか？え？俺が父のことを話したとき、励ましてくれた笑顔に惚れて、その俺と付き合ってほしいです。私も、浩平さんのこと。本当ですか？やった！俺、もっと頑張りますから、見ててくださいよ。私も見守りながら、一緒に頑張りますよ。そうして、浩平さんとの交際が始まった。ちなみに、何かと私たちを気にかけていた課長にだけ報告すると。わあ、それはおめでとう。ありがとうございます。課長も最近、胃を抑えてないですね。うん、塚田くんも態度を変えてくれたから、雰囲気もより良くなったからね。それに、元営業部長に怯えることもなくなったし。それはいいですけど、ちゃんと言えるようになってください。これは手厳しい。そうだ、お祝いに何か送らせてくれないかな。いや、まだお付き合いを始めたというだけですからね。食物アレルギーは命に関わる大変な疾患である。事故や不注意で口にした場合、呼吸困難を起こしてそのまま命を落とすケースだってあるのだ。しかし、その病を支える人たちもいる。医者や看護師、薬剤師、栄養士、教員、保育士、などなど。そして、他でもない家族。私の両親や翔太くんのお母さんみたいに。私たち、食品会社の職員だって。そのうちの一人なのだ。自分の経験を糧にして、これからはいろんな人を助けていきたい。弥生さん、これはどうだろう？いいと思います。これなら私も食べれますし。よかった。いつか俺も子供を持ったらって考えて作ったものだから。先輩とも相談してさ。本当に変わったね、浩平くん。まだまだこれからさ。
私たちは決意を新たにして、さらに邁進していこうと思っている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。